ヘッドレスト DVD プレイヤー社内エンターテインメント、または車載インフォテインメントとは、自動車に搭載し、オーディオビデオのエンターテインメントを提供する、ハードウェアソフトウェアの集合である。アイスは、カーラジオや、カセットプレイヤー CD プレイヤーを含むカーオーディオを、発祥とし、今日では、カーナビゲーション、ビデオプレイヤー、USB ブルートゥース接続、カーアピューター、社内インターネット、 wifi 接続を含む。かつては、ダッシュボード上のスイッチやダイヤルで操作する必要があったが、今日では、ステアリングホイールに取り付けたスイッチや、ハンズフリーの音声による制御も行えるようになっている。コネクテッドカーの需要に支えられて、社内エンターテインメントは、ますます高度化している。自動車メーカー、ハードソフトの製造メーカー、そして、Google や、 アップルなどのそれまで自動車産業と縁のなかった企業が協力し合い、ユーザーが使いやすく安全に使用できるインフォテインメントシステムを考案している。いくつかの自動車メーカーは独自のアイスシステムを開発している。フォードのフォードシンクとマイフォードタッチ、トヨタのエンツネ、キャデラックの Q、フカのユコネクトなどである。スマートフォンの普及により、 インターネット接続されたデバイスの社内での使用という新たな問題が浮上した。AT&T が2015年に米国の2000人以上を対象に実施したアンケートでは7割の人が社内でスマートフォンを使用しており、その内訳はソーシャルメディアが40%、ウェブブラウジングが30%、ビデオチャットが10%などであった。これはながら運転による 安全上の懸念を提起し、また自動車産業に対しこれらの装置を安全に使用できるように促すものである。伝統的な自動車メーカーはそのようなシステムの設計を支援するために自動車サプライヤーとテクノロジー企業のソフトウェアとエレクトロニクスの専門知識にますます頼るようになっている。Google と Apple のモバイル OS はアイスの市場の大部分を占めている。 これらの企業は、車載のヘッドユニットを介して、モバイルデバイスを車両で操作できるように投影モードを開発した。これにより、運転者は前方の道路を見たまま、デバイスに直接触れずに使い慣れているインターフェースを使用することができる。運転中の携帯電話の使用については法的な規制があるが、車内エンターテインメントシステムに対する規制は、 携帯電話ほどには行われていない。米国では10の州とワシントン DC、グアム、バージン諸島で運転中に携帯電話を使用することが禁止されている。さらに39の州、ワシントン DC、グアム、バージン諸島では運転中のテキストメッセージが禁止されている。しかし、社内エンターテインメントシステムの使用を制限する法律を制定した州はほとんどない。 研究者はながら運転の潜在的な影響を分析し始めている。バージニアテックトランスポーテーションインスティチュートの研究員であるチャーリー・クラウアーによれば画面を見ながら運転するドライバーは衝突する危険性がはるかに高いという。さらに運転者が路面から目を離してしまう時間が長いほど衝突の危険は指数関数的に上昇する。車載 インフォテインメントシステムが車両のより多くの機能にアクセスできるようになるにつれ潜在的なリモートハッキングに関する懸念も表明されている。ありがとうございます。